温泉旅館のお風呂の匂いがする。え、すごい。なんでだろう。俺が来たから。ちょ、はい、早く行くよ、早く行くよ。なんか温泉旅館乾かす。おー、綺麗。へー、最高。いいキャラっすよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。調べたら出るから。最悪ね、詰まるじゃん。これは無理だな、よし、こっちにしようみたいな、なんかうまく見せる方法を考え出す。そうそう。あ、なるほど。あ、でもなんかプロコンで詰まるのはなんか普通の方がなんか4つで、ごつい、ごつい、うまい、合ってる。向きよりはごつい。うん、これなんか美味しいよ。美味しいよ。はい、これは大将。いやパン。おいしそう。おいしそうでございます。めっちゃおいしそう。てか、俺思ったのは、なんか今までエテルナっていうさ、その、はい、シネマチックなサイド、はいはいはい、低めのフィルムシミュレーション撮ったわけ、はい、でも結局さ、なんかするって、うん、俺が普通に撮る分にはエテルナとかじゃなくてソフトとかちょっとサイド強めの方がいいんじゃねって最近。めんどくさくない？ぶっちゃけその最後のカラグレが。いや、からくりしない、しない。え、だからめんどくさくない？その、あー、エテルナで撮るんだよ。そう、もうエテルナっていうフィルム、シネマチックなちょっとサイド低めフィルムシミュレーション撮って、そのまま、それが結構なんか、シネティックに撮れるからまあ、動画クリエイター的に受けが良かった部分があったけど、なんか最近なんか普通にちょっとサイド高めのソフトとかビビットっぽいやつで撮った方がなんか Vlog としては、俺の Vlog としては映えて、普通になんか見てても楽しいし、うん、まあ、なんかね、ドリキンさんまでやるんだったらっていう感じはあるけど。ドリキンさんまでやるんだったらカラグレしろってもいいって。え、どういうこと？え、ドリキンさんみたいにやるんだったら、その私シネティックなやつ、はい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 、単に日常流すぐらいならね。そう、確かにそう。ブラック、富士フィルムの小部屋とかやるならね。そうならまあいいんだけど。そうなんよ。かなり。なるほど。あ、ちょっとでもそう。